でも私も本当に最近あれですね、スポーツ詳しくなりたいって、まあ前からずっと言ってるんですけれども、スポーツのネタもちゃんとこう人に合わせられるぐらいの知識は欲しいなと思っていて、何がおすすめですか？サッカーと野球だったらバスケでもいいですし、何でしょう、一番ルールを覚えやすいのは個人的にサッカーなんですよね。ですよね。地元を応援するためにもサッカーのルールを知ろうかなって思いますけれども、これは何回番組で言ってるんでしょうね。応援するチーム決めると確かにいいですよね。野球ですか。確かに面白いですか。じゃあちょっとアニメから入ろうかなと思います。ありですよね。アニメから入ればいいですよね。皆さんもぜひプロレスおすすめですと。あ、本当ですか。プロレスは何がいいんでしょう。アニメだったら何がいいですか。 まずアニメから入ろうと思ってます。プロレスの良さは何ですか、皆さん。プロレスはやっぱり熱き戦いですか。どうなんでしょうね。あれ、キン肉マンってプロレスですか。 そうなんですって。あ、そうなんですか。ルールはちょっとアニメから入ろうかなって思いました。皆さんも新しいこと始めるのにいい時期だと思いますので、ぜひスポーツもしてみてください。私は最近またヨガを再開しました。やっぱりいいですね、体を動かすのは。皆さんも心身ともに穏やかにお過ごしください。ということで、この時間帯もお送りしていきました。素敵な夢を見て、この時間帯お休みください。おやすみなさい。